千葉県銚子市犬吠埼のミニエの水族館、犬吠埼マリンパークは29日、老朽化を理由に施設を31日に閉館することを発表した。犬吠埼灯台に近く屋上からは、太平洋を見、下ろすことができ、イルカショーも人気を集め、親しまれた。東日本大震災までは年間7万から8万人の入場者があったが、震災後は5万人に落ち込んでいた。千葉県銚子市犬吠埼のミニエの水族館、犬吠埼マリンパークは29日、老朽化を理由に施設を31日に閉館することを発表した。犬吠埼灯台に近く屋上からは、太平洋を見、下ろすことができ、ダイナミックなイルカショーも人気を集め、市民や観光客に親しまれた。東日本大震災までは、年間7万から8万人の入場者があったが、震災後は5万人に落ち込んでいたという。